はい、こんにちは。勝又博物館です。おはようございます。朝です。朝の6時でございます。えーと、金、土、日と東京の方に行ってまいりまして、えーと、金曜日は YouTube のパーティー。土曜日は幕張メッセージでジャイポの方に。えーと、日曜日は、実は中野とか個人的に買い物に行って、お買い物動画ということで、しかもこれは第一弾です。えーと、第二弾は仮面ライダーのみ。 と、量が多すぎまして、ちょっと二つに分けることにしました。すいません。では、まず一つ目。こちら。パルスブレイガーということで、ネクサスの、なんか、単位の時計みたいな、通信モードから攻撃モードへと書いてあります。これが、確か900円だったかな。はい。そしてこちら。まさかの当時のスパークレンス。裸でしたけども、音も鳴って動くと。1500円でした。いや、嬉しい。本当に当時ずっと遊んでましたからね、これで。 はい。そしてこちら。友情コマンダー。カブタックですね。カブタック。1000円。こちら。ガオハンター。ちょっとね、ピカピカしてて面白かったんで、500円でしたが買ってきました。こちら。トランスフォーマーのなんかマークのやつ。すごいこう光り輝いて立体的で面白くて。何ですかって聞いたらシールですって言われて、200円だったんで買っちゃいました、はい。そしてこちら。また、またもネクサス。こちら。ブラストショット。ということで、これが確か、2980円だったかな。 ほとんど新品みたいな感じですね。結構綺麗です。あい、たぶん、あ、開いてますね。開いてました。<laughs> はい、そして後ろ。こちらはウルトラマンティガーのガッツアタッシュ。1500円ですね。安い。中身が全部多分これスパークレンスとか色々入ってて、この値段だと思います。動作確認済みと書いてあるのでね。そしてこちら。陸新機。これは2000円でしたね。はい。あちらに空列機前回買ってきましたけども、陸新機が。 ありました。さあ、あとは、シャンゼリオンと、えっと、法人機ですね。黄色の法人機のみとなります。そしてこちら、超光戦士セット。シャンゼリオンの武器とか、いろいろなりきり道具ですね。剣とか。ナルフィカル、重口がいいですね。はい。これが確か800円だったかな。なんかちょっと稼働が弱いみたいな感じで。はい。そしてこちら、555の5 ファイブ、ファイブレイザーということで、バックルレイザーグリップ本体ということで、レイザーグリップの付け加えで2、2つのモードにチェンジ、ベルトホルスター付きということで、懐かしい。こんな武器使ってたなーって気がしますよね、本当に。<laughs> 戦う交通犯罪って。あ、それは違う。それはカ、カー、カーレンジャーか。これは、えっ、ー、と、救急のやつだから違うな。なんだっけか。思い出せ。<laughs> はい、そしてこちら。 デカウィングロボ、デラックス。これはちょっと上剥がれとか、えっと、確か、なんか銃が片っぽない、ないですね。ですが、説明書とか色々ついてて、1800円でした。意外と安いかなと思って買いました。はい。今回はこんな感じ。第1弾です。第2弾は、本当に仮面ライダーの食眼系が多いですね。非常に嬉しい。あとは、東映ヒーローワールドの行ってきたところの買ったやつとか、です。ということで、 また、お楽しみにしてください。それでは、また明日。